はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回はマッチレビュー福岡川崎ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、レビューって書いているんですけども、実は今回そんなにレビューはしませんというのも、昨日ね、写真のとおり実は現地に。 え行ってきました、まあ、福岡川崎の、えー、ゲーム今年初めてね、えー、ベススタの方に行かせてもらったんですけれどもね大雨でございましたまあちょっと僕もですけれどもね、えー、こんなに大雨の中の感染って記憶がないぐらいの、えー、雨でございまして最初の方はなんとかなるかなと思ったんですけれどもね、まあ、だん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 と雨足強くなってね終わってみればじゅくじゅくということで、まあ、途中からねあの雨具を買ったんでねそれでしのいだんですけれどそれでもまあ、えー、もう濡れてしまっ とというところのゲーム本当ね選手も大変だったと思うそんなピッチコンディションでのゲームでございましたそして、アビスパ福岡のサポーターの方にですけれども僕は感謝をしないといけないと思っていてあの女性の方なんですけれども、ね、僕のカバンが、ね、濡れているというか、ね、それをさしてくれたんでしょうねあの、ビニール袋をいただきました、うんあのね、女性の方からですけれども、ね、えビニール袋を、ねあのこれね、荷物が濡れないようにということでビニール袋をいただいてです ですけども まあその結果、僕の荷物がまああの濡れなかったというか、本当、最小限ほとんど濡れてなかったんですけどもね。といてことでございまして、本当ありがとうございます。もっとあれね、あの袋もらっていなかったら僕の荷物はえぐっちょんぐっちょんだったんで、そこ本当ありがたいなっていうの本当、サッカー仲間ってね、なんかいいなって感じたところでございますけどもね。てことで、さあ、この試合、振り返りやっていくと、こちらま、まず写真で見ていこうということで、なかなかにいい席を僕は取っていると思うんですよね。バックスタンドですけれども ゆえ、ね、に雨が入り込んできた中う、なかなか難しいんですけれども、でもこの、ね、ピッチとの、えー、距離感っていうのは見ていて相当良かったですね、ちょっとこの席で、えー、またゲームが見たいなって思う、そんな場所だったんで、これは今後また、ね、福岡の、えー、ゲームを見に行くときは、この席ちょっと、ね、行ってみたいなちゅう感じた次第でございますけどいや本当に、ね、見やすかったですけれどもね、で、えー、こちら、これが試合開始前の、ね、スタンドですね、えー、福谷とともに世界へと、ね、いうことで、まあ この、ね、サポータータはやっぱり福谷さんに、ね、福岡のサポーターっていうのは大きな大きなえ恩義を感じてるわけなんで、ねまあ、それを一つ、えー、象徴するような場面と、ね、いうことでございましたでそしてまあ試合結果というと、まあえー、こちらになりますけれどもねで試合結果はこちら、えー、1対3の敗戦と いうことで今スターティングメンバー出しているんですけれどもねまあ本当はね、こういつものようにねこう試合の振り返りみたいなことをやっていきたいんですけれどもどうしても僕はスタジアムに行くとですけれどもねもう試合に集中してしまってこうねあそこの選手があーだこーだであれがきっかけで知ってんだみたいなことを話すのができないんですねこれね、スタジアムに行った方が確かにフォーメーションとか選手の配置とか立ち位置っていうのは分かりやすいっちゃう分かりやすいし、このダーゾーンの画面に映っていない部分の把握っていうのが 実際スタジアムに行くとできるんですけれどもどうしても僕はこうねサッカー系 YouTuber の前に1人のサッカー好きのおじさんなんでどうしてもこう分析とかもうそんなことよりもう目の前の試合楽しもうって感じに僕はなってしまうんで,でスタジアム観戦すると僕本当に全く試合が入ってこないというか試合が入ってこないわけじゃないんだけど本当一つ一つのプレーにこう夢中になってね見ているんでそういうね戦術的な話とかまだんから戦術的な話は全くしていないんですう細かい話ができなくなってしまうっていうのは僕の、え。ー えーね、悪い癖というか悪くはないその場の、ね、サッカーの雰囲気は、えー、楽しんでるのにて悪くはないか悪くはないんだけれども本当一つ一つのプレーというのがやっぱスタジアムに行くと、ね、感動的に、えー、見えたりとかしますんでねということで、まあ、これトスとか他の試合もそうですけれどもね、えー、スタジアムに行った試合というのは基本的にはこう細かい話は、えー、せずにというところにはなってきますけれどもねということで、まあ、そんな中でも少しだけでも話をしていこうということですけれどもね、まあ、先先制制点点フロンターレの先の場面は ですけれどもねもねう分かりやすくあそこに上りだとかねいたこともでかいですし、でポケットですよね、右サイドのポケットの深いところまで、えー、ボール運ばれてしまって、やっぱあそこでボール持たれてしまうとね、ねあそこに福岡の選手密集するんですよね、であそこで密集するから反対の左サイドの、えー、選手がドフリーでボールが持てるというのがあるんで、やっぱあのポケットを取るのはフロンターレ、本当に、えー、上手いチームになってきますので、あそこを取られた時点で、まあねあそこでボール収まってしまうと、どう どうしてもそこに選手が集まってしまってボールを奪い切らないというのがあるんで反対サイドまで見る余裕は実際はないと思うんですけれどもまあ,ねあそこでボールを持つイコール反対サイドの選手が飽きやすくなるというのはやっぱり想定できる選手からしたら目の前のプレーでいっぱいいっぱいだったんでしょうけれどもでまあその反対サイドバックのりだった選手がそこにいるというのもでかいんですけれども根が決めてまあ先制というところでしたね。 コンディションだからこそ、ね、長いボールを使いながら、ねえー、やっていきたかったとこと思うんですけれどもそう長いボールというのが福岡、えー、なかなか収まらずななかなか難しい展開になってしまいましたでフロンターレはやっぱセンターバック高い選手良かったですねいや現地で見ていて本当この選手、ね、もう30代のベテランなんかなというぐらい、えー、落ち着いたプレーがありましたしやっぱ高いこの選手、まあ、名前だけじゃないですよね本当、えー、実際に高さが、ね、あると、えー、いうことで本当山岸選手をしっかり 抑えてましたしねってのがあるんでちょっとねこの高い中選手はもともと注目選手なんだけれどもえ思った以上の成長スピードを見せているんじゃないかっていうのは、えー、感じました、で例えばシミッチはうまいですねうん、この男のボールさばきとか置きどころっていうのは現地で見れば見るほどかもしれませんが本当ね現地で見る価値がある選手かなちいうのは。 え感じましたで選手のの、えー、紹介か、えー、メンバー紹介の時、当の選手には結構、これは、えー、熱いね声援というか拍手があったんで、いやあそこでと何回もこの試合、左サイド突破してチャンスメイク。 していたんで、まあ、ピッチ、なかなか難しいと思うんですこういうピッチコンディションってドリブラーのタイプの選手からするとなかなか難しいのもあると思うんですけれども、まあしっかりワンアシスト決めたというのが当の選手の活躍にはなってきますけれどもね。というのがあるんで、まあ、あと、やっぱ家永選手に簡単にボールを持たせすぎたというか家永選手にボールが渡った時に結構ねうん選手間の距離が遠くて家永自由にこうボールを持つみたいな余裕を持ってボールを扱うことができたというのはやっぱり 難しくしてしまったのかなと感じましたけれどもねで、まあ、福岡、だからあと湯ー選手が早い段階で怪我をしてしまったんでそれもちょっと心配っちゃ心配ですしそこちょっと誤算のところには。 なってくるかもしれませんでボランチンので結局前回ね中村選手が、えー、怪我をしたんで田辺選手この試合先発でしたけれどもね多少田辺選手のところちょっと狙われてたかもしれませんね結構田辺選手のところにはきつく、えー、プレッシャー言っていたんでフロントアールはそこを狙いところというところに、えー、設定してた感じもしますでああそうかもう一人宮城対戦が2得点ですね昨年まで突っ込ん宮城は2得点とまあ、いうことでこの選手もね今年本当に、えー、苦しんでいますけれどもねまあ、本当ね毎週 試合コンスタントに得点を決めればまあ世界とかが見えてくるそういうポテンシャルを持った選手なんでね、えー、ってのがありますけどもねということでねなかなか難しい試合でしたま本、あ、当ざっくりとした振り返りにはなってきますし大したこと話はしていないんですけれどもねただやっぱこうあのスタジアムねあれあんなにね選手の声が響いていたかなっていうのがね、えー、最初の印象で席の問題かちょっと、えー、分かりませんけどもねめちゃくちゃサポーターの声が響いていてねま本当に耳に飛び込んでくるみたいな 感じいや、本当ね、隣の席の人の話し声が全く聞こえてこないぐらいの福岡の大戦がね、これは印象的だったんで、あれ、あね、あのベストスタってあんなにね選手の声っていか、選手はね、いや、サポーターの声がね響いていたかな中ぐらい、本当、大きな声援が飛んでいたんでね、やっぱ、ああいう雰囲気作りって大事ですよね、うん、昨日の試合は雨の影響もあってね、ねまあ1万人いかなかったっていうのがあって、まあ、ただ、ちょっと福岡にしても、トスにしてもそうなんですけれどもね、若干九州勢、J1 は集客に、えー、苦労しているイメージが、今年は特に にありますで昨日が9000人だったから、ね、お客さんが、ね、9000人入って多分雨じゃなかったら1万人いっていたと思うんですけどもねてのはありますが、まあ、本当ね一つ一つの試合を勝っていくことによってこうサポーターって増えていくとね思いますし実は今年暑いゲームがあるんでまあ、そういうポテンシャル、まあ、福岡にあると思いますがやっぱりね3失点というのは福岡らしくないなっていうのが、ね、ありますし難しいな本当川崎がねここからまた上がっている可能性もあるしまあ、でも今のうちに川崎 先に関しては叩いておきたいチームの1つではあったと思いますんでね、これでね福岡、ねホームで今年初黒星ですかね、何も僕が言った試合で負けることはなかろうというのがえありますけれどもね。 でまあ、福岡の1点というのが、鶴野選手です、ね、の、まあ、初ゴール、プロ初ゴールと、まあ、いうことで、佐藤良河ですかね、佐藤良河がボール、一旦奪われるんだけれども、その後、また奪い返して、ね、みたいなシーンだと思うんで、本当、佐藤良河の良さが、えー、出たんじゃなかろうか、そして、ね、鶴野選手も、えー、プロ初ゴール、まあ、あの1点がね、今後の彼のまあキャリアを左右するじゃないですけどもね、大きな大きな、本当の意味で一歩、えー、踏み出すことができたんじゃないかと思いますんで、ちょっと今後もね、鶴野選手の 活躍、ね、しばらくスーパーサブかもしれませんけれども、そこで確実に結果を残してほしいところでございますけれどもね。っていうのが、まあうん、ありました、まあ、この試合、ね、さっきも言った通りり、ね、僕にこの、ねえー、ビニール袋をくれた方々含めてですけれども、ね、やっぱりこう、スタジアム観戦、現地観戦っていいなっていうのを感じたんで、また今後もですけれどもね、えー、福岡都数、都、まあ限らずですけれどもね、いろんなスタジアムに行こうと思ってますので、その時はぜひともよろしくお願いいたしますと、えー、いうことで、以上、パラプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったチャンネル さら。